立憲民主党連邦、布マスク批判で大炎上。本日、立憲民主党の連邦さんが政府が介護施設や保育所などに配布する8000万枚のマスクについて、このような発言をしてしまいました。もう一度言う。なぜ誰もやめなよと言わない。それとも安倍総理が聞く耳を持たないのか。数百億の感覚が明らかにずれている。 ならば、医療崩壊を防ぐために、感染拡大の撤退防止に使うべきだ。多分感染拡大の防止に使うべきだ、ですかね。国会の歯止めがない中、GoTo ト,トラベルはじめ、方向が間違っているとなっておりまして。蓮舫さん、このマスクの効果というものを、 いまだに理解できていないようでございますが、国民がマスクを着用することによって、感染拡大が防止されるはずなんですけども、まあ、そういった感染拡大が防止できれば、医療崩壊を防ぐことができます。まあ、こういった感染症対策、感染を拡大させないことが重要でございますが、 蓮舫さんはご自身が何を言っているのか理解できていないんじゃないでしょうか政府はマスクを配布して感染拡大も防ぎさらに医療体制も支援して万全の体制を整えようとしております現在お店でマスクなどが販売され始めておりますが業務用は 納期が未定で確保できない事業者も多く存在しておりますので、こういった政府による介護施設などに対するマスクの配布は必要だと思われます。また、蓮舫さん、GoTo トラベルについても批判されておられますが、感染症対策だけではなくて、経済も維持しなければ、結果的に 国民がが生活できなくななくくくり、多くの人が亡くなってしまいまいす。現状、観光業などが壊滅的な被害を受けており、売り上げが前の年と比べてたったの2%しかないと、98%減少してしまっているという事実がございますので、そういった方々に対して支援をしなければ、どういった 結果を招くのか蓮舫さんは分かっていて確信犯としてこのような発言をされているんでしょうか、まあ、こういった反対のための反対批判のための批判自民党がやらなかったことをやろうという民主党の残党の姿勢が民主党政権の悪夢の 原因となってしまっておりますがこういった民主党の残党の蓮舫さんの発言を見るだけでも彼らは未だに反省していないということが明らかでございます皆様今後行われる全ての選挙ではこういった蓮舫さんなど民主党の残党の候補者には絶対に投票しないようにお願いいたします 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。